山岸さんでした。みんな踊る準備できてる？大丈夫、ちょっと踊る前に一曲やろうか。いきますよ、せーの。あれ、おい、いくよ、せーの。踊りの方がいらっしゃいますので、赤い服着た方、あの人たちの踊り見てれば大体踊りの形が分かります。分かんなくても大体適当にやってれば大丈夫ですので、アマチュア音頭からやりたいと思います。イエーイ。ワンツー、ワンツー、せーの。
分経ちましたけど NHK の朝ドラアマちゃんのテーマ曲を音頭化しました。アマちゃん音頭でした。すいません、ついでなんでもう一曲アマちゃんからやっていいですかね。地元に帰ろうという、あの中でやっていた曲があるんですけど、それを音頭化してみました。今日は地元に帰ろうの作曲してくれたサチコインさんが来てくれてるので、あそこの上で歌ってくれます。大友義秀スペシャルビッグバンドにプラス、今回はワークショップで激しい特訓をですね、この何日間か積んできた、ワークショップメンバーのみんなです。拍手。総勢何人だろう、680人くらいいますけども、よろしくお願いします。このメンバーで演奏したいと思います。ということで地元に帰る音頭ですけど、これもあの振り付けは、あ、なんかあそこに金栗志蔵さんがいますね。はい、金栗さん隣に天野亜希さんがいますね。あれ、亜希ちゃん大丈夫ですか。天野亜希さん、よろしくお願いします。あの地元に帰るやつということで、これ途中で逆回転って言ったら、あの温度史上初の逆回転をやります。回ってるのが突然逆回転します。それからさらにその後、一旦ブレイクしてピッピッピッピってサンバみたいな笛が入ったらですね、みんなでサンバみたいな踊りをやりましょう。温度史上初のサンバとの融合ですので、大丈夫、みんなあの聞いてない、大丈夫ですか。温度やっていい、温度やりますよ。地元に帰る温度行くぞ。行きます。帰るぞ。ワン、ツー、せーの。Thank you.
ました。イエーイ。次は、ですね、一時あのプロジェクト福島の盆踊りって池袋の西口でやってた時期があって、それがきっかけになって池袋盆バンドっていうのが生まれたりしましたけど、その時に作った池袋西口音頭というのをやりたいと思います。イエーイ。これは途中なんか電車遊びみたいになります。言ってる意味わかんないかもしれないけど、まあ踊り見てればわかります。まああと踊りわかんない人は適当に大体踊ってても大丈夫ですので、池袋西口音頭をやりたいと思います。歌うは帝さん。よろしくお願いします。待ってました。ワン、アツー、アワン、ツー、せーの。Thank you.
大丈夫、置いてってない、みんな踊ってる。踊りにくくて入りにくいなと思ってると次の曲は入れますよ。あの赤塚不二夫の曲ですので、もう全編超適当に踊れば大丈夫です。1箇所だけシェーっていうところで決めてくれれば、2箇所で途中は反対の賛成ってずっと言ってるので、この皆さんね、いろいろあの社会に対して不満のある方、大いに反対も賛成もしてくれて、反対も賛成って歌いながらこう手を挙げて踊ればいいので、これからいろんなデモも全部これでやるといいと思うんですけどね。なんか反対勢力が来たらやばいから、あ、賛成です賛成ですっていうね。